ハローエブリバディ初公演、どうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。吉本新喜劇の森田の場所ございます。本日もこちら道頓堀は1丁目にございますマスタム4階ロカフェうさぎさんよりお送りいたします。題して森田の場所。この番組は吉本新喜劇に一夜頑張っております私森田の場所、毎回新喜劇内外問わずいろんなところからですね、パートナーのことは昔グローバルの情報から半径20センチの小さな笑いまでを皆様にお届けするバラエティのなお時間となってございます。私事で、恐縮なんでございますけれどもね、先々回ぐらいからね、ちょっと個人的な、成長を遂げるためのね、手術を、オペをしたんでございますけどね、そのオペをね、本来でございますとね、一番のパートナーである人に必ず相談をしなければならないっていうわけでもないそうでございますけどもね、ずっとかみさんに内緒にしてたんですよ。で先日ね、かみさんとせんでもええんですけどね、飲みに行ったんですよ。そしたらね、たまたまこうやっぱこうお互いこういろいろ話になりましてね、あんたは私に隠し事してないかみたいなことをね言ってきましたね。はっ、いや何がって言って、あんなんかどっか悪いやろって言ってね、急に出しまして、あ、いや別に俺悪いとこないねんけど、いやそう、その手には乗らんでぐらいの感じでね、どっか悪いんでいいやもう、あんたもトイレにずっと医療用のガーゼ置いてるやんか言うてね、私医療用のガーゼをね、ほんとね工事園ぐらいの分厚さもらったんですよ。血が出ると言うてね、こんなにね日々こう血がねジュクジュク出るもんだと思ってませんでした。もうさっと傷口が乾燥してさっと治るもんや思ってたらね、やっぱ毎日なんぞどこぞでこうあれなんでしょうね、しっかりとこう感知してないでしょうね。でまあこう軟膏を塗ってこうガーゼでくるむということを、どこでできんねん言うたらね、トイレぐらいしかないから、でトイレにわざわざねこのガーゼ持って行って、で軟膏を塗ってね、でこうやってまあ包帯で巻いてとかみたいなことやってたら、それこそ怪しまれるんでなかろうかと思って、ちょっと隠し置いてたんですよ、バレんようにね、バレんように、映画のパンフレットの間に挟んでたんですよ、オッペンハイマーとボブマーリーの間にね。別にそこに大きい深い意味はないんですけどね、でもなんか分かるでしょうね、なんかおかしいなと思ってね、そのやっぱり歯医者でね働いてますから、医療用のガーゼとかそういうのにはもう敏感なんですね。あの袋はどう見ても医療用のガーゼやと、どこが悪いんや、ジーかっつってね言われまして、以前私痔の手術もしてますからね、そういうのでね、迷惑かけたわけじゃないんですよ、そういう経験がありますから、そんな待って、聞かれたんです。で、正直に言わないといけないので言いますけど、この度私包茎手術をしましたって言ったら、終わりましたわへーで終わりましたわ、なんでとかも聞かれず、へーで終わりました。もう逆にもうちょっと食いついてきてくれへんかなって思いましたけどね、って終わりましたね。皆さんね、いろいろあると思いますけど、もしされるんでしたら別に私紹介私相談しなくてもいいですけどね、早いうちにされた方がいいんじゃないかなと思いますけれどもね、結構大変ですよ。1ヶ月って言われる理由がむちゃくちゃ分かりました。傷口がちゃんとなるまでが1ヶ月というねことでございますけども、また綺麗になったらね皆さんにお見せしたいと思いますけどね、この場でね、この場を借りて見ていただこうと、それが見たい時はね、告知しますよ、今日見せますでその時は割って来られてちょっと恥ずかしいですけど、いや見てください言うて堂々と見せさせていただこうかなと思ってますね。それをなんかハラスメントなんだって言うてね、言われたらこれでも生配信してるから無理だな。はい、そんなわけでございましてね、楽しい一日が始まりましたよ。もう終わりますけどね、この番組はただいま乗務員募集中でございます。サンゴタクシーグループ大阪市内走ってございます。サンゴと書かれたタクシーでございます。 GO というアプリで呼ぶこともできますね。たくさんの方がねご利用いただけるようになってるんでございます。ライドシェアというものもね大阪の方始まりまして、サンゴタクシーさんでもライドシェア用のもう車をちゃんともう控えているという状況でございますよね。もしタクシーの運転手並びにそれライドシェアとかね始めてみたいなという方ね、お気軽にこちらの方にご相談ください。二種免許を取るお金も出してくれますからね、お気軽にこちらの方にご相談ください。よろしくお願いします。そしてですね、ご自宅などで空いてる土地ございませんか、津田建設が全てお手伝いさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
自宅であるで空いてるとしあってもね、ほったらかしにしてたらたらたら税金がかかるだけでございますのでね、ですのでぜひともね、まあコインパーキングを書いて収益の上がり物件にしてみてはいかがでしょうか。見積もりは無料でございます。全国どこでも大丈夫でございますよ、知らんけど、なので気軽にこちらにご相談ください。よろしくお願いいたします。そして、鶴橋で餃子といえば魅力で、鶴橋でね、大体こう、まあ、お酒飲んでご飯食べようか、言うてね、言うたら、まあ、韓国料理、もしくは焼肉やったりするんでございますけど、餃子の大変美味しいお店がございます。魅力でというね、黄色い看板でございますが、鶴橋の駅降りてね、千日前通りずっと東の方に歩いていってください。右手にね、黄色い看板のお店がございますからね、そちらの方にぜひ行っていただきたいなと思います。今この方にね、6月、27日出てますよね。こちら今スクショ撮ってください。でスクショ撮って、お店の方のに持って行ってね、別にもお店の方に持ってくるって、まあ、スマホこうで見せてね、スマホない人は知りませんよ、この時代にスマホ持ってへんとかよくわからないやつ言ってますけどね、どうやって生活してないと思うババアは言ってますけど、まあ、そういうババアとか言ったらおかしいな、そういう方もおられますけど、まあ、そういう方の ためにはね、まあ写真撮って写真も無理やな、画面越しにこう写真撮ってね、それ現像して持ってってください。大層のことしはったな言うてね、なんか無理あると思いますわ。はい、そんなわけでございます。何かプレゼントがあるのかどうかしら、何かしらのサービスが施しが受けれるはずでございますので、ぜひとも行っていただきたいと思います。はい、この番組並びに森田の虫の大前神様が常にサポートしてくださることを募集してございます。何でも結構でございますね。ぜひ、こちらの方に、まあ、お寄せください言うて来たためしございますので、よろしくお願いいたします。コメントが、しんどさんこんばんは、あけさんこんばんはとかね、はい、そういうわけでございまして、ゲストの方がご到着いただいているそうでございますので、早速お呼びしたいと思いますね。もう来すぎちゃうか、呼びすぎちゃうか思いますね、来てくれましたよ、新名哲郎さんでございます。どうぞ。どうもこんばんは。いや、来すぎちゃう呼びすぎなんです呼びすぎやね、はい、呼びすぎやね、ありがとうございます、よろしくお願いします。ありがとうございます。ニーナ、ありがとうございます。こっちか、こっちか、ね、こっちか、ね、はい、ありがとうございます、乾杯です。いや、本当に、はい、スリップノットのまたいかつい T シャツ着てきていいでしょ、これ見つけて、いい、ね、あなたスリップノットみたいな聞くの？めちゃめちゃ聞きますよ。あ、そう、音楽好きなんやもんね。アルバムほとんど持ってますから。DVD 持ってますよ。ババアが急に喋り出しましたからね本当にもうたまらなくなってこういうなんか変な、ほんでババアって言うとあかんで、もう遅れたけど、はい、遅れたけど、一生遅れたけど、はい、慣れすぎてこのやり取りをね、はい、はいはい、ババアがね、そう、今日もねやめろよ、はいはいはい、今日もね、ホンアホバッパー隊を、別に私で劇場出番だとか言ったら見に来てくださるのありがたいんですよ。あ、毎週木曜日やってるね。毎週木曜日今ホンアホバッパー隊やってるんで、でも毎週木曜日じゃないんですよ、私が出るのは。おなんかしたんですけど、やっぱパフォーマンスが荒いんでしょうかね。はい、各週なんですよ、私が呼ばれる。各週なん、はい、私は。あ、毎週じゃなくて。毎週なんです。そうなんや。もともとの、なんか、まあ、一期生じゃないですけど、はいはい、ホーバー隊が、まあ、何人かいてますやんか。うん、7人ぐらいいてんのかな。うん、で、そこからで、なんかこう、全員が稼働できないから、誰か楽器できる人いいんかな、言うて、呼び、まあまあ、呼び寄せてきたら、新しい人が、まあ、いろいろ入って、うん、トランペットできる人とか、うん、ね、クラリネットできる、いろんな人が増えてきたわけですよ。増えてきましたね。そしたらですね、楽器が被るんですよ。うん、ユーザー借りとか被ってましたね。あ、ベースね。はい、やるらしいですね。はい、でも彼女は、やっぱその、まあ見てくれとして、うん、ビジュアライズとして、女性がそう頑張ったから大きい、そうね、ベースを弾いているっていう。うん、何もしなくてもね、こう、なんか絵になるわけですよ。はいはいはい、私みたいな、こう、荒い芸能人間がね、やっぱこう、劇場的に大きい声出されるの邪魔やとね、いうことで、隔週になりました、ね。邪魔なんや。邪魔やと思います。まだでも呼ばれてるからいいじゃないですか、各週でも。でもね、それがね、えらいきっかけやったんですよ。はいはい、それ急に毎週行くもんやと思ったんですよ。で、別に劇場がないときは毎週行くのかなと思ってたら、急にね、ぺってこう消えたんですよ。自分がこう Google のカレンダーを見たときに、赤赤赤って木曜日こう赤になってたんですよ。はいはい、私は赤色で設定しましたから。おじゃあ、あれ赤い消えたと思って。なくなったんですかって言ったら、バラシになりました。もう早速、本若バッパーでなくなったんやと思って、他のメンバーに、なんか明日バラシになったみたいねって聞いたら、え、聞いてませんよ。来たよ、来たよ。来ましたね。来たよ、私だけが。いつもね、私だけかと。はいはいはい、はいね。私だけなのかと思って、聞いたら、本当に私だけだったんですよ。悲しい。悲しい。なんだろう、なんだろうと思ってて、はいはい、そしたら、もうみんながもう理由が分からへん、理由が分からへん。で、どういうことなんやろうと思った時に、
たまたまですよ、うん、松浦慎也がいなくって私が前入れて値段やるみたいなことやったんですよ、はいはい、ほんで私が、まあ、あの以上のメンバーで「おいおい待て待て」言うて「うん、いや俺俺」って。25期やぞお前って何年やってる思ったんねん、はいはい、ね、銀シャリと同期、ジャルジャルと同期、プラスマイナス同期や言うて、岩橋言うて叫んだんですよ、はいはいはい、むっちゃウケたんですよ。パッて見たらね、副社員がむっちゃ睨んでたんですよ。そりゃそうやろ、あかんねんもん。金庫やから今プラスマイナスは、プラスマイナスは金庫ですよ。でも今元プラスマイナス金光出てますよ。元プラスマイナスでやってるじゃないですか、うん、ね、うん、岩橋はもう岩橋の名前ようなあかんねんもん。あかんのですか。ダメだ、 NG ワードなんですか。 NG ワードですもん。それが講じたのか分からない、急に外されました、ね、言うもんやないか、うん、だからあいつは危険やと思ったよな。危険、あいつは危険だ、うん、ほぼあなたも岩橋扱いされてるから。いや、岩橋扱い、いらんこと言いそうな。ちょっと言うていいですか、あのゲスト呼んで、ゲストよりさっきこんな喋るやつおるんや。本当にお話を伺いたいです、はい、相づちしかしてないです。スリップノットの話が聞きたいです。スリップノット好き、あと相づちしかしてないですよ、はい、私。いや、ババの紹介で、そのババがね、いや、あかんねんよ。見に来ようですよ、ほんわかバッパだよ。ああ、ありがたいことじゃないですか、はい、うん、橋の方でね、マットンですよ、うん、いや、いいことやん、それ、はい、もうずっと隠れてきました、松浦の後ろ見えんように、見えんように。でも今日もね、来てくれたんですよね。来て、ね、ありがたいです。で、はい、僕帰る時に、うん、バーって追いかけてきて、うん、後ろのね、自転車2台ぐっと掴むんですよ。おお、怖い怖い怖い、前輪上がるか思って。おお、ウィニーする、うん、待って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 、なんかよそ見しとったんですよ。あの、今やと思って行こうと思ったらね、ガッて、ハッてなって、うん、ちょっとこれ、ああ、これもね、うん、なんかなんやろなって、もう見てみてください。なんですか、見てください。すいませんね、私もいます、ちょっと。え、なんで、あ、T シャツ、はい、T シャツ、はいはいはい、はい、いいっすか。いいです、いいです、はい、ぜひともね、ちょっと見えてるな、はい、ちょっと見えてますよ、はい、はいはい、ちょっとあの、ニーナさんにね、はい、来ていただこうと思いましたね。はい、ニーナさんに来ていただこうと思いました。ニーナさんにね、何の目的で作りはったんですか。せやろ、なん、ほんで真正面じゃないですね。はい、せやっぱ後ろハゲてる部分で、もういじってんねん。ちょっとの産毛もなくされてるやん。もういじってんよ、ピッカリになってるやん。もう一枚あるんです、もう一枚あるんです、うん、もう一枚あるんです、はい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 、ニーナさんに来ていただく。しかもね、後ろ姿を前に切るってね。ええやん、ええやん、いや、ええやん、ええやん、おしゃれやん、おしゃれやん、おしゃれじゃやろ。バレ、まだバレへんやん、これバレ自分って。いや、バレるバレへんちゃうねん。うんうんうん、これはやばいな。これはやばいな。誰が切んねん。これ来てやっぱバレんのかな。いや、バレるやろ。いや、バレるバレへんじゃないねん。何をしてはんねんやろと思われるやんか。自分のやつ着てるやんね。むちゃくちゃ自分のこと好きな思われるやん。でもなんかそのこれやったらめっちゃバレやすいけど、はい、あの大黒とかなんか誰かにデザインしてもらったなんかパーカーみたいなずっと着てますけどね、はい、自分の顔の。ええー、うん、よっぽど好きなんやろな。で、僕その T シャツをこうやってね、はい、プレゼントしていただいて、うん、昔ちょっとあのね、誰とは言いませんけどね、あのちょっと待って、アパレルの人も、うん、昔働いてた。え、やってた。はい、知らん。いつやったかな。じゃあこれもやってや、これも、うん、これもやってや。いつやったかな。そんな知らんかった。その新喜劇の時、ちゃうわ、 NSC 出て何年目か、うんうん、漫才師の時、うん、の時かな、ジーンズメイトっていうとこあるんですよ。ジーンズメイトあります、あります。もう今ほとんどなくなってんじゃん。なくなってんね。なんかまあそのユニクロに押されてしまいすぎたんですよ。梅田とかにあったのよ、はいはい、昔、はい、で腹立つな、最後の不安のパン。いやだ、あかんねん、腹立つな。中のこの空気を抜かなあかんねん、空気を。いいな、はい、何やろ、腹立つなそれ。腹立つだろ。あ、いや、すごいな。だからその梅田のジーンズメイトっていうところは、はい、珍しい服屋で24時間やってたよ。ああ、あったね、あの、あそこの京橋花月の近くのところのジーンズメイトも24時間ぐらいやってた気する。あそこ、そう、最初24時間やったかもしれないけど、うん、結構、その、だいぶしたから、俺らが行った時ぐらいからもう11時とか閉店やったじゃん。はいはいはい、10、まあ、分からへんの、10時間とか、はい、で梅田は24時間やってて、その頃、うん、誰がそんな時間に…阪神の裏かなにあったのよ。あった、
あったやろ。ブルグのところ近くじゃん。ちょっと階段降りて、うん、あった。そう。うん、いや、これ働いた。あ、これ働いてた。へぇ、夜中ずっと。夜中こうやってやってた。ずっとやってた。あ、空気抜き。うん、大顔して、ずっと。夜中の仕事は、ほとんどあの清掃と、ぐちゃぐちゃになって T シャツ綺麗に、端から端までバーって畳んでいくっていう。そうそう、お客さんもそれ来へんもんね。そう、来へんから。うん、でたまにそのなんか夜中来たりして、はいはいはい、でまあジーパンとかあったらまあ素揚げしたら、まあ、ミシンとかやってたりとか。え、そんなもやってたん、素揚げ。もう今もやり方忘れたけど、おやってた。へえー、いっぺん下手すぎてクレーム来たけど、次これ下手すぎませんって言われて、やり直してもらっていいですかって。ちょっと上の人の先輩、怒られる、それは。これ新名子やったんちゃう、はい、あ、僕実はこれ気に入りましたわ、はい、ちょっと下手すぎる。え、そんななんかいろいろやってなんかこう熟練したこれを人に任せられるなんじゃないの、もう君やりやみたいな感じである。いや、でも何回か練習して、うんで、まあ上の先輩の人がバイトの先輩の人が、あ、まあある程度できるねみたいな、あ、ほんまにスパートで、あ、じゃあやらさせてもらいますみたいな。だってぐる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 って巻いていてから、次またもう一回返しでちょっと行かなかやろ。そうそうそう、とか、なんかあの硬いとこはハンマーでカンカンって叩いて、うん、で折り目ちゃんとつけさせて、うん、でなんかグーってやっていくの。でも服好きやからめっちゃ楽しかったんじゃないの、それ。いや、難しかった、もう嫌やった、あれ。嫌やった、裾上げしますって俺言ってたもん。あ、もう試着の時にやめてほしいことを、やめてほしいからことをやる、うん、やってもらった。夜中に、なんで夜中にジーパン買おうねんと思って。ええやんか、別に。それはまあまあ、でもな、夜中にここ来て、確かに、そうそうそう、わざわざそんな夜中にジーパン欲しなることあるのかと、うん、あそこで働いてたんや。そうそう、あそこでずっと働いてて、まあ、掃除と綺麗に服畳むと、まあ、たまにレジ打ちやったり、うん、まあ、ジーパン裾上げとかズボンの裾上げやる、うん、あ、やっぱ夜中やったから。でもその24時間やから朝までそこで働いて、朝まで、朝の7時とかかな、これまでやって、うん、であれ通勤なしで帰るんだよ。あれがもう嫌で嫌で。あ、帰りが。そう、帰りが通勤なしで巻き込まれんねん。7時過ぎやから。当時は何です、その実家やったんすか。実家やったから。あ、そう。7時過ぎから梅田から実家で、まあ30分かからんすけど。うん。通勤なしパンパンで。まあ、嫌やな。眠たい中、うん、そう、それで帰ってて、2年ぐらいやったのか。そんなやってない。1年半ぐらい。これな、教えてもらう。君こうやって。はい、そう、最初。最後こう。これねっつって、そう最初ずーっとこの肩のここぐらいから均等に折ってみたいな、まあ、これはね折り目ついてるからやりやすいから。じゃああのあれやか、その辻本さんのやりやすいあれやん、ネタで、あんなのできるやんか。全然できる、ズボンとかも全然できるし。で、まあこれね、着ないからね、はい、プレゼントしたいんですよ、はい、でこれ腰筋 T シャツついてね、はい、まだ他にもあるんですけど、そう、もう私着ないんですよ、はい、なんかプレゼントしたいんですけど、はい、でこれ募集してるんですよ。おで、ファンレターを装ってね、うん、封書でね、欲しい方送ってくださいって、はいはい、いつも来ないんですよ。まだね、いつも来ないです。誰もいらんの。いつも来なくて、必ず封書でって言って、うん、ね、その、うん、なんか T シャツ欲しいとか書かれたら、うん、何をしてんねんって会社に思われるから、はいはい、あたかも封書で、うん、森田信義、にこうファンレターとして送ってください。はいはい、よろしくお願いします。はい、まあ、あ、これ黒く塗りつぶしたらいけんじゃん、まだ。いや、なんでお前その使えんじゃん。何に使うんよ。真っ黒に全部。あ、これを黒く、うん、コナンのあの犯人みたいな。ああ、シルエットだけのやつで。みんな分からへん、どっちか。おうおう、犯人みたいな感じで扉こうで閉まる感じで、うん、っつって、そう、扉のやつは知らんけど、お前しら行く時やぞ。え、いや、ええやないねん。もしかしたら着れるでしょ、それ。いやいや、もう、そう、これもね、プレゼント、そうですね、そう、プレゼントから、なんか自分で見た時にこんな後ろ姿が悲しいなってことだね。いや、こんなそっくりですもんね。いや、だから、ちゃうね、その、なんやろ、こんなに言ったらですけど、ちょっとこう、何チックとかあるやん、うん、こう、もうリアルやん、リアルやん、怖いね、この前ね、自分イベント見て、これね、そうそう、ね、いや、そうなんでしょうけど、ね、ニーナさんとはね、4月にお話しさせていただいて、日頃は4月前出た。そうそう、ええー、だってそれはだってこの間の5人で新喜劇の、はいはいはい、あの告知の時に来てもらったから、うん、いましたね、うん、はい、でもあなたまた今度またイベントされるから。そうです、そうです、セカンドシアター。はい、ほんで、うん、僕奥重さんに聞いたんよ。はい、なんですか、奥重さんどうですかって告知って、うん、奥重さんがいや俺出すぎやろってばって、うん、でもそこはお任せを、いやもう今回ののはええわ言って。はい、そうだよ、はい、そんな出てないでしょ、あずさん。じゃあ松本慎一郎さんの時に必ずついてきてもらってる、保護者として。
あ、そうなんや。そうそう。3人で3人だから3人でやってて、それはなんで心配だった？松本さんと2人きり喋られへんの？俺がね、うん、俺が無理俺が無理やったよ、うん、ついてきてくださいって、はい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 、ね、でもよく飲みに行ってはるやん、あなた。ああ、よく誘われますよ僕は。いやいや、それないと思うけど。モリテンラブヨシ、ああ、ああ、ああ。